日本代表のアルベルトザッケローニ監督は12日、6月に開幕する2014年 W 杯に向けたメンバー23名を発表した。これまで主力を担ってきた本田圭介、香川慎治、長友優と内田篤人といった面々が順当に選出された。また、2013年に入ってから出番を得たか谷に陽一郎、大迫勇、斉藤学 青山俊弘らもメンバー入り、そしてクラブで結果を残し続けながらも、招集を受けずにいた大久保義人が最大のサプライズとなった。一方で、落選となったのは細貝萌え、ヘルタベルリン、ドイツ、栗原雄三横浜 FM、駒野智和、岩田、牧野智明、浦和、中村健吾、川崎、工藤正里柏、豊田洋平、トス、 原口元気、浦和、南野匠、市大阪、前田良一、岩田、といった面々、これまでメンバーには招集されなかったものの、土壇場での選出も期待されていた、田中、マルクス、ジューリオ、名古屋、中澤祐二、横浜 FM、中村俊介、横浜 FM、といったベテランも仙外となった、日本代表は今後、 27日に埼玉スタジアムでキプロスとの走行試合に臨み、その後アメリカでコスタリカ戦、ザンビア戦を戦った後、本大会に臨む。本大会では、14日にコートジボワール、19日にギリシャ、24日にコロンビアと対戦する、日本代表ワールドカップ、メンバー陣ゴールキーパー川島久、西川周作、権田修一、ディフェンダー、 コ野康之、スユ雅彦、長友ミマ森重新人、内田篤人、吉田麻也、酒井博紀、酒井隆則、ミッドフィールダー、遠藤康人、長谷部誠、青山敏弘、山口蛍、フォワード、大久保嘉人、本田圭佑、香川真司、斉藤学部、聖武弘、岡崎牧つかさ、柿谷陽一郎、大迫勇。